五号手上野昭弘選手ですよろしくお願いいたしますお願いしますえ準優勝戦は熾烈な二着争いでしたが振り返ってみて感触はいかがでしたか、うん、まあついてましたね、はいうん、え準優勝戦前に出足をもう少し求めていこうかなと話されていましたが何かこう変化というのはありましたかいやなかったですあ、うん 直線の評価はいかがでしょう直線は普通ぐらいだと思うんですけど、はい、ではもうどうでしょう直線も回り足も変わらず普通ぐらいそうですね中堅の域は出ないかなと思いいますはい、乗り心地に関しては今節はいかがですかもう決してよいいとは言い難いですねはい、えー、優勝戦へ向けての作業ですがどうでしょう求めていきたいところなどありますか まあできれば乗り心地ともうちょっと出足を欲しいところではありますはい明日は5号艇でのレースとなりますコースを含めてレースイメージはいかがでしょうまあ横が桑原君なんでちょっと伸びていくような感じだと思うので、はい、まあそこをしっかり展開つけるような足に仕上げて頑張りたいいいなと思いますはい、え今節ここまでスタートについて見え方はいかがですか。うーん 行き足が安定してないんでちょっと決まってないですよね。はいうん、どうでしょう特訓などでまた掴んでいってということになりそうですかね。そうですねはい、はいえー、それでは最後にファンの方へ向けてメッセージをお願いいたします。えー、一生懸命走ります応援してください